男子の 5000m 競争、タイプレス選手の第2組、2人は、選手が出場しています。2年後の西脇工業の加藤淳と、昨年の全国インターハイ、そして国会、第2選手、そして今シーズンは、そして西脇工業の上村亮太選手、上官が第3位、さらには、西脇工業の海君は、上官が第7位。西脇工業勢を中心にレースは展開される模様です。先頭加藤君で参考までに 400m は67秒で通過。4分36秒、
先頭の3名はいずれも石垣工業勢、加藤君、上村君、そして海君、そして4位に右手の筒井君、宮本君、そしてただいま第6位明石城西松井君、第7位には明石田の藤井君、そして第8位以降の大臣が現在第1号権は上位7名、そして現在第1号権は5分46秒、先頭は5分46秒で通過しております。この間は2分54秒、この1周も70秒です。2名の選手に縛られておりますが、中間の 2500m は7分13秒あたりで通過しております。先頭の集団のペースで
3位争い、昨日についてひざまりまして、石川工業の敗戦、残り2周です。そして門下第6位は明石城西の松井君、残り2周。最後の力走を期待します。この 0.1 秒が大事。多分16分ちょうど。